やっぱりさ、まあ、悪の脅威から逃げるためにね、みんなで協力するっていう視点があった方がいいと思うんですよ。なんか群れてる人たち見るとね、やっぱね、羨ましい反面ね、ちょっと憎いと思うんですよ。食わりゃそう思うと思います。よし、これでいこう。あ、クッパの強さ強いにしとこうか、じゃあ。じゃあこれで、さっきの僕、あの普通のキノピコが僕になりました。で、弱い、強い、達人、強いなんで、どうなんだろう。達人が意外と弱かったんだよな、ただ。達人意外と弱かったからどうなのかわかんないね。まあやってみようか。というわけでね、ゲームパッドにはですね、テレビを見てくださいって言われて、もう何も表示されてないです。というわけで僕はね、今回はね、キノピコでマリオチームとして、ね、このチームを勝利に導こうと思います。勝利受け負い人が、手伝ってやるよ。お、いいね。まずは砦に私の仲間を助けてください。助けてくれたらハートをプレゼントしますよ、ということで、中間回復のポイントがあるんだね。まあ、クッパに追いつかれるのは仕方ないかもしんないからね。さあ、行こうか。自分の出目というのを見せてやるよ。ほい。まあ、3マスダッシュが来るんでね、実質4ということですよ、これ。これ実質4を引いたとの一緒なんでね。まあ、こういうのはね、すぐ殺すのそのぐらい計算済みですと思うということですよ。頼むぜ、コンピューター。もうコンピューターと仲良くやるゲームになっちまったな。あれ、どっかのファミリーが同じことやってたっけや、そんな。これ、この前も言ったな。まあ、でもいいんじゃない ?4-4 と引いてるから、いい感じに逃げれるよ。コンピューター、4-4-4-4。ひたすら4を引くけど、ああ、2マスバック、ドンキー、やっちゃったね。ああ、まあ、最悪追いつかれても、ゲームで、できるだけ被害を減らせばいいからな。ただ、どうなんだろう。俺、逃げ切れる自信あるから。いや、わかんねえ。もう、ミニゲーム忘れちまってるからね。でも、絶対いいね。達人と自分が残るしかないな。15か。どうなんだろう、15って。あ、すぐ投げるね、意外と。まあ、さすがにここでじらされても困るけど。え？ちょっと待って待って待って、クッパさんちょっと、クッパさん早くないですか？クッパさんちょっと、まさに、ちょっと、牛歩じゃなくてさ、なんだこれ。すげえ早いぞ、おい。開幕から来る？あ、俺逃げる側か、ぐるぐるハンマー。自分がぐるぐるハンマーの逃げる側になってる。盾持ち。あ、傾けるの？十字キーとかじゃないんだ。十字キーとかじゃないんだ。え、やばいな。傾けるのか。あ、確かにそれだったら操作難しいな。コンピュー側はすって言ってたのに。やだな。これ難しいな。あ、逃げんの難しいのかもってことは。よし、行きます。あ、意外とすって、こう傾けた方向にすって行くんだね。いや、ちょ、みんな見て、あ、痛いよ。最悪2人が叩き潰されるパターンあったから、ただクッパの速度そんな速くないからね。あー、2人とも食らっちゃったか。よし、まあ自分1食らっちゃったな。達人と自分が残ったか。まあでも結構食らった方だぞこれ。うわー、ドンキー大丈夫かな。クッパ怒りモード、多分倒せてないと怒りモードになるのかな。いや、結構出目良かったと思うんだけどな、15とか。19はそれ以上に出てしまったな。いや、でも、あ、プラスサイコロか。まあ、ここでね、プラスサイコロ引いて、後続につなげる。よし！いいよ。456サイコロいいよ。これでね、安定した出目で進むことはできるけど、まあ、できる限り早くつかないとダメだもんね。4。さあ、5引いて、いい感じじゃない？もう、ついたよ、バッターの取りで。ちょ、待って、声枯れてんだけど。さあ、バッターを倒せ。さあ、これのね、関門があるんだよね。1、6以上出さないと、ここでずっと足止めだから、早めに、このサイコロ軍団でガンガン行くって感じですね。ロゼッタがここで5を出せば全てが終わるよ。ロゼッタ？ 3、あ、一旦足止めやな。これ、クッパ来るな。10マスだもん。結構すぐ来れるよ。3-2-4、あ、おい、ダメ、15。4つは強いよ。ほら、また来ちゃった。さっきのパターン、これで終わったからね。さっきこのパターンで終わってるからね。ちょっと待って、ほら、来たに、みしかも、怒りモードだから、なんかそういう補正入ってんのかな。キラーサット、やっべ、同じ、全く同じだ。
やべ、これ全く同じじゃない？横持ち。キラーから逃げよう。スティックだけかな、使うのは。スティックだけっぽいね。やばいぞ、これ。ミラーでやられる可能性ある？もしかして。スティックだよね、多分。さっき、結構逃げれるはずなんだよね、これって。確かね。いきます。この速度か。キノピオ。巻き込まれねえだけ気をつけよう。キノピオ終わるな。ロゼッタ、巻き込まれ注意、巻き込まれ注意。よしよしよし、巻き込まれないように。ドンキードンキー、キノピコ、来る。こうだよね。そう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 。引きつけて、曲がればいい。あー、キノピコ来てる。はい。あー、ドンキーに巻き込んじゃった。巻き込みがあんのか。うわー、来たね、結構。よいしょっと、はい、よいしょっと。そうそう、こういう感じに受けてきゃいいからね。オッケー。キノピオー、マジかー。意外とロゼッタがでさ、逃げたね。ちゃんと、今回は。え、マジ？キノピコは生き延びたのに。いやー、キノピオ脱落か。でも、ここでね、倒して、パッと進みたいところだね。はい！ 2 以上だからいけるでしょ。さすがに。よし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 。これでハート回復だね。えい。バッタン倒して、いや、バッタンってあえて、ああいう風に爆発すんの。キノピオ、真後ろになんかいるけど、ハートのプレゼントです。3回復すんの。あ、8になったよ。8になったのでかくない？はじめの基準点より増えてる。おお、シャボン玉になった。マリオじゃん。ま、ニューマリじゃん。さあ、ゴールのスーパースターを目指して進んでくださいということでね。まあ、復活もしたからね、キノピオが。わあ、マップ結構長いな。また中間点でハートがあるといいけど。多分次のターンも追いつかれる可能性あるなぁ。プラスサイコロ。いや、クッパの悔しがる顔見たいんだけどな、俺。追いつけないとクッパ悔しがるんですよ。確かね、もしクッパで仮に追いつけなかったとしても、なんかね、クッパジュニアがもう一回振り直せるよっていうシステムがあった気がするんだよね。いや、でもこれ、あ、完全に牛の歩みだよ。牛の歩みになってるよ。5マスだよ、今ね、今。絶対追いつかれるよ、これ。なんだったらちょっと待って、やばいんじゃないの、これ。今なんか恐ろしいマス見えてたけど。え、4とか大丈夫？ほら、もう！グッパジュニア来てもう取る！ねえ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 。え、ハートが1個だけやばい！あ、相手に没収ならまあいいよ。ハートが1個だけはやばすぎでしょ。もう、即死フラグ立ってるもん。まあまあ、1,2,3 サイコロでしょ？いいよ、別に。プラサイコロ誰も使わなかったし。まあまあ軽い軽い。ただ、追いつかれますね、これ。9マスですもん。追いつかれますよ、どう見ても、これ。わかりやすい。ちょっと、オーバーキルじゃないの、さっき君たち。21。持ち越しとかないんですかみたいな感じで。ほら、もう来たに見。毎回追いつかれて。毎回追いつかれてんだけど。何？ブルーアーマーハンドブレス。ファイアブレスか！これなんか難しかった覚えあんな。ブレスを避けるだけなんですけど、確かに。あー、そう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 。この炎が当たり判定広いんだよな。結構連射してくるからね。巻き込まれ注意だね、とにかく。よし。やるぜ。みんな生き延びろよ。俺もだけど。向き、向き。クッパの向き見て。クッパの向き見て。クッパの向き、向き、向き、向き感じ。はいはいはい。自分がタゲなら大丈夫だ。自分がタゲなら大丈夫だ。で、向きこっち来る。はいはいはい。向きをね、クッパの向きさえ見れば大丈夫だから。おー、またキノピオ、8、7、え、誰食らった？どうなったこれ。自分は食らってない、絶対。うん。どれ？あー、まあまあ、被害軽微だね、だいぶ。達人がちゃんと残ってんな。いやー、キノピオまた瀕死か。気づいたら。気づいたら、またキノピオが瀕死に。所詮弱いのコンピューってことかな。俺は普通以上だな、少なくとも。あー、ひでえ。2マスバーク。そうか。このゲームは、落ちた先のマスは反映されないのか。いやー、もう自分実質1とか言うね。1位からよ。ハートも入れられなかったし。3。まあ、進んだっちゃ進んだのか。何これ。あ、そうやってハートもらえるようになったんだ。ありがたいね。ハート9になってるけど。ハート9になってますけど。いや、でもこれだけ余裕あると違うな。
強いのクッパはそんな強くないのかな。やっぱ達人の方が良かったのかな。クッパ有利に見えちゃったからな、さっき。ラストスパート。皆さんゴールまであと少しですよ。頑張ってくださいということで。まあでも、だいぶね、ああ、お父さん、ドンキーコングたちがゴールしか俺じゃないんかい。ドンキーコングかい。比較対象は。ここは僕が助けてあげるね。喋らないな、このクッパ。クッパジュニアマスかクッパサイコール1、わがままモード。え、なにわがままモードって何？え、なに？え、クッパわがままモード好きなミニゲームを選べる。へぇー。まあ、ただコンピューターからあんま変わんないだろうけど。ああ、わがまま。なんや、クッパわがままモードって。クッパのわがままってなんだよ。いや、いいね。え、ハートいくつだよ、これで。2。ちょっと待って待って待って、11あんだけど、やられる気せんぞこれ。これやられる気しねえぞ。仲間が優秀、まあ、わがままモードやからね、多分まあ8は出るだろさすがに。うん、さすがに8は出るよ。8だぞこっち。ああ、ゲストが飛んでった毎回追いつかれてる。さあ、わがままモードなんですけど、虹色になってんだけど。うわ、連打タワー、これ確かこれね、すいません、記憶あります。これはすごい記憶あります。これね、なんかね、友人とめっちゃやってた覚えがある。これは多分ね、俺モンバトやってるから早いよ。 A2 コンゴね。でも A2 コンゴか。これなんか友人とめっちゃやった覚えあるもん。どういう持ち方が一番いいんだろう。いきます。A2 コンゴだもんな。ロゼッタ早え。ロゼッタ早え。ロゼッタ早くね、お前。ロゼッタ早いな、君。俺も頑張ってたんだけどね、途中で息切れしてた。途中で息切れしてたわ、俺。途中で連打が息切れしてたね、完全に。ロゼッタ、ほいよ、びっくりした。そんな早いなって思ったもん、今。あ、やばい、クッパジュニア来ちゃった。また来た、もう。やばい、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 ちょっと待って。二分の一で行くわけとかやばいな。やばっ！あー、せっかく、みんなのハートが半分。うわ、やばい、ボクシング、ボクシング。おーい、せっかく貯金作ったのに。君たちそこで何してんの？ニート？サイコロを送る役係。ニートじゃねえかよ、おめえら。おめえら二人とも情けないよ。あら、何しちゃってんだよ、なとこで。そんな喜ぶことじゃないだろ、お前ら。あ、ロゼッタは達人だから大丈夫。おー、ライト増えたし、これ仲間帰ってくんじゃない？これ仲間帰ってくる説あるよ。おー、シャボン玉に帰ってきた。ドンキーコング、ギチギチやん。もう5マスしかないやん。もう来るじゃん、5マスしかないんだったら。毎回追いつかれてる。こんなん運じゃん。こんなん運じゃん。これ終わった。これ一つっていい？俺終わるかも。うんじゃん、こんなん。あ、ただ、これ、クッパ側は確かね、自分でルーレットを止められたんじゃなかったかな、目押しで。だから、狙いはできる。向こうは狙うことできる。ただ、こっちはもう、こっちの人はもう、うんだよ、こんなもん。こんなん、うんじゃん。マジかよ。俺、一番ダメだって、うんは。くそ、うんで負ける可能性あるな、これ。クッパが自分で止めれるんだよな。いや、こんなん運じゃん。8か。え、でも、待って、クッパとき、なんで？キノピオとドンキー、すぐ終わっちゃうね。もうだからもう祈るだけだよね。まあ、111なら優しいか。お前、離れとけ。分散！よし！あー、キノピオ終わった。早いな、キノピオ終わんの。よし。二つ以上つけないでほしいね。ああ、そういう感じね。はいはいはい。
くそなんでそっち行ったの、なんでそっち行った、ファイナルラウンド、まあまあまあ、し、いやー、きついな。達人なんで受けてんの、お前。うん。OK。うっちょ、おい、できた、うまいなー、今、うまい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 。よく逃げた、よく逃げた。止める瞬間に動けるんだなって思ってさ。よし、一つで済んだ。ロゼッタ、お前、どうなってんの。いやー、まあ、しごろサイコロ使おうぜ。せっかくあるんだけど。いや、しごろやべえなー。でも、サイコロ増えるか。またクッパジュニア。いや、でも、攻めた方がいい。攻めの姿勢よ。6出ても、まあ、進めるからね。うわークッパジュニアですね。大丈夫かな、大丈夫でしょ、クッパジュニアでも。クッパジュニア多いなー。この辺りはやっぱゴール前だから。うん。またかよ、もういいだろ、もう十分だろ、半分って。もう上げただろ、ほら。ちょっと待って、自分のデッドラインがやばい。自分のデッドラインが。いや、3と4か。7とか追いつくじゃんか。どうあがいても7とか追いつくんだって、毎回追いかけられてんじゃねえかよ。やばいって、3と4とかやばくね、ワンチャンこのゲームで終わる説あんな。いやー、自分クッパジュニア引くの余計なことしたんかな。実力ならワンチャンなんとかな。二人か。あー、ファイヤーバー、これ、あ、ジャンプは2。2でジャンプはできる。やばいなー。やばいなー。やばいなー。これ二人しかいねえもんな。平井心もいねえもんな。やばいやばい、これ終わる説あんな俺。え、3しかないの、もう HP 気をつけろ。あ、フェイント、フェイントかけてくる、あいつ、あいつフェイントかけてくるぞ、あいつフェイントかけてくる、ちょっとちょっとフェイントかける、あいつ、うっ、あー、そうやって置かれるとやばいね。うっ、生き延びる、生き残りたい、よっしゃ、生き残った。1食らったな、ギリッギリやな。ちょっとフェイントかけてくるのずるいわ。やばいやばい、次で終わっちゃう。シゴロサイコロでさ、もういけんじゃん。ただゴール前確かクッパジュニアがなんかしてんだよな。なんかそれをワンチャンかわして、それで終わるんじゃなかったかな。スターを取り戻せ。そう簡単にスーパースターは渡さないぞ。そう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 、ボスパックンとカロンで、まああまり関係ない。だから誰が当てるかだけですよ。うん、もう 33%。 おめえだよ、やっぱ暗い、くらえ、おめえだ、外れ。うわ、なんじゃおめえ、なんだおめえのダンス。あ、戻さ、うわ、なんでだよ。マジかー、あー、やばいやばい。え、あべこべビンゴって何、こんなんまた運じゃん。もしかしてこれまた運、ビンゴカード選んだらあとは運、終わったじゃん。俺もう終わったよ。頑張ったのに。こんなに揃ってほしくないビンゴあります。うん、2列で終わり。2列で終わりか。俺これ、俺これにするわ。くそ、5回もやんのかよおめえ。くそ、 DQ10 のミリビンゴ全然当たんねえのに。やばいやばい。あー、やばい、もう早速。ロゼッタなんて早速1ビンゴしてんだよ、お前。うわー。ロゼッタもう1ビンゴしてんじゃん。いいの、そんなんで。やっぱこのカード怖いな、でも。その分、でも出目が多いからな。よし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 。よし。いやー、運がやばい。ロゼッタ死ぬなよ、お前。のこのこ、うわー、リーチかかってるー。やだなー。あ、胸はなで押してない。じゃあダメだよ。ビンゴして、もうビンゴやばいよ。テレサとクリボリ終わっちゃうよ。あー、やばい。あ、終わった、終わってる。あ、俺終わった。ロゼッタ、ロゼッタにかかったな、これ。ブクブク出たら終了です。
なんだよあれあいつなんだよあー頑張ったのに、あー乗せたのばりめっちゃ降っとるやんけ。なあうわー惜しかったな、もうちょっとだったのにな、ワンチャンあったね。運は無理だって、運来たら無理だって実力では頑張ってたのに、ほらもう5の頭4マスじゃん、さっきの36マス6ポイントじゃん、粘ったのにな楽しかった